2017年12月の20日、16時44分です。おはようございます。昨日の枠見ました？皆さん。見てないかな。すごい展開ですよ。シルバーブランド立ち上げます。夢がまた一つ叶いそうです。昨日の放送が終わった後に、ご飯食べようと思ったら、ちょっとね、リスナーさんから電話がかかってきて、で、夜中だったんだけど、30分ぐらい話してる中で、なんか噛み合わないなと思った話が。ちょっと待ってて。あ、こんばんは、こんばんは。で、いろいろ話聞いてみてて、で、結構その人酔っ払ってて、天然の人なんだけど、前に一回リア突してて、何回かこう LINE 上で交流あったんだけど、いや、スタジオがどうのこうの言ってるのよ。スタジオはね、つって。で、5分ぐらい黙って話聞いてたんだけど、ちょっと待ってください、つって、わかんなかったから。何言ってんのか、スタジオって何のことですかっつって、あれ話してなかったっけってなって、いやもう分かんないっすよっつって、いや俺スタジオ持っててっつって、え何のスタジオっすかっつって、でいや俺あれなんだよって、何て言うんだっけ、何て言うんだっけ、金要はシルバーアクセサリー作ってる職人さんずっとやってたんだよって言って、えみたいな。そうそうっつって、あそうだっつって、ワド君シルバー作ろうよって言って、マジっすかっつって、前から作りたいって言ってたじゃん、シルバーブランド作りたいっつって、でもう全力で協力するよって言ってもらえて、マジっすかっつって、でじゃあ今度ミーティングさせてください、スタジオお邪魔させてくださいっつったら、何言ってんのっつって、夜中の3時半だったんだけど、いや今でしょってだって、え？みたいな。今夜中の3時半っすよ、つって。電車ないっす、つって。いや、タクシーで来ればいいじゃん、つって。マジ？ と思って。いや、こういうのは、もう、フィーリングだから、早い方がいいんだよ、って言ってもらえて。俺もピンとくるもんがあったから、じゃあお邪魔します、って言って。タクシーでバーって行って。そうしたらまた夜中にのんちゃんがどこいるの？つって。和藤さんがいない、つって。浮気だーって始まって、いやいやいやっつって、ごめんごめん今すぐ家出たからって言って、でその工房というかスタジオを見せてもらって、でシルバーを作る流れになりました。いやー不思議だよね、人生ってね。本当に人生って不思議だと思うわ。すごくない？超楽しみなんだけど。で、その型を作ったら、もうそれ通りに、シルバーだろうが、金だろうが、プラチナだろうが、何でもいけるよっつって、これを削り出すんだって。これ、ワックスって言うんだけど、見えるよね。これが、そのシルバーの土台というか、型になるんだって。これを加工してって言われて、で、やり方わかんないっすよっつって、あ、やれやできっからっつって。いや、昨日だよ、本当に。昨日だよ。ちょっと目を離した隙じゃないよ、本当に。俺もびっくりしてんだよ。で、もうとりあえず、和道くんがこれだと思うものを作ってきてくれって言われて、わかりました、つって。え、これ熱で溶けるんですか？ああ、みたいな。
え、これ、彫刻刀でやるんですか？あーみたいな、もう好きにやれみたいな。そういうんじゃないからみたいな。うわ、うん、温めりゃ溶けるし、くっつくし、ああ、もうそういうの考えちゃダメだ、和道くん、つって。和道くんが好きに作ればいい、つって。そう。面白いでしょ？いや、人生って不思議だなって本当思うよね。それが昨日お邪魔した工房なんだけど、すごいでしょ？うん、百万、うん千万の機械とかがもうゴロゴロしてんのよ。でも本当にシルバーを作れる環境っていうか、もうただの工房なの。そう。すごくない？もう全部あるのよ。ここにその機械とか、うん十万、うん百万する機械とかゴロゴロしてんの。すごいよね。で、もう全面的に協力するっつって。で、シルバーのアクセサリー作ろうと思ってたんだけど、ほら、俺がもう土台から作ると思ってなかったから、こういうイメージで作ってくださいみたいな業者さんを調べてたの。で、やっぱ数十万かかるのよ。もう型を、これを作るだけで40万とか職人さんにかかって、で、一個一個に単価が載せるみたいなので、採算が合わない、採算が合わないって言ってたのよ。いや、ガチ勢じゃないよ。経歴聞いたけど、ちょっとその経歴はあれなんだけど、なんていうのかな。ちょっと経歴言っていいのかわかんないんだけど、いいのかな。経歴って言っていいのかな。まあ、いいか。シルバーとか、彫金師っていう職業なんだって。彫金師っていう職業なんだけど、簡単に言うともうそれ30年近くやってる人。で、みんなが絶対知ってるハイブランドの設計とかやってた人、設計っつうかその仕上げとかやってた人だね。うん。すごくない？ねえ、ありがたいよね。乃木編いらっしゃい、若津。オルフレンいらっしゃい。楽しんでて。すごいよね。いや、びっくりしたよ、本当に。なんかこう、人生のさ、初見さんいらっしゃい。人生のこの転換というか、なんかこういうことってあるんだなと思って。で、今は何やろうかなと思ってて、なんかそのユニセックスのものがいいなと思ってんのよ。身につけるアクセサリーなんだけど、女性リスナーさんも男性リスナーさんもこう身につけられるものがいいなと思ってんの。でも自分がモデルになって、こう、まあ、和道、それどこで売ってんの？って言われて、いや、俺が売ってんだよ、つって。自分で販売しようかな、とか思って。何作ろうかな。で、今一個、いろいろ考えたんだけど、もうメガネを作ろうとか、いろいろ考えたの。メガネとか、なんかもう、極端な話、もう派手に行きたかったから、こっからここまでのバングルみたいな、もう、こう、ぐわーって巻きついてるような。いろいろ考えてんだけど、でもそれだと女性つけづらいよなとか、コストがかさむよなとか、今いろいろ考えてんの。もう超かっこいいよ。シルバーの、その、こういう感じなのよ。すごくない？これ。これ手のひらぐらいの大きさあんの。これで。超かっこよくない？もうこんなもん作れるよっつって、その人の作品見せてもらったんだけど、これがリングで、これもドラゴンかな。これもドラゴンの置物なんだけど、すげえかっこよくない？めちゃめちゃ感動するよ。すごいよね。生で見せてもらったけど、超かっこいいよ、これ。そう。もう、その、何でもできるよっていう。うん。で、その、ワド君がある程度のひな型作ったら、そう、細かいディティールとかできないだろうから、俺が調整するから、最後仕上げてあげるよって言ってもらえた。うん。なんかいいよね。夢が広がるよね。超楽しいよ。なので、自分のシルバーブランド立ち上げるんで、皆さんよろしくお願いします。また、肩書きが一つ増えました。チャームならネックレスとかブレスレット、キーホルダーにも使えますね。おい、マチルダ、お疲れ。いや、俺が今考えてんのが、鍵のペンダントトップにしようかなと思って、チャームにしようかなと思ってて、鍵。鍵だったらさ、こう、
厚みが結構あるし、こう重量感もあるし、なんかこう鍵っ子っていいじゃん。それがシルバーもプラチナもゴールドもできんの。シルバーだけじゃないの。すごくない？だから、いや俺ゴールドがいいんだよね、高くなっても全然構わないっていう人にはゴールドとかプラチナで作れんの。やばいよね。しかもあれだよ、なんかさ、シルバー入門とかの粘土で作るやつじゃないよ。あれってさ、ほら、自分で焼いたりとかさ、粘土の純度とかの関係でずれるんだって。だから全然質の低いシルバーなんだって、あれって。もう劣化が激しくて割れやすいとか。そうじゃなくて、もう型からこうやって作るから、もうその簡単に言ったら市場に出回ってるやつが作れるんだって。アクセあんまりつけないんですが、シルバーは好きです。つけます、ワドツです。ああ、ありがとうございます。ちょっとこれはテンション上がるっしょ。早速何作ろうかなと思った。俺的には鍵が結構ピンとくるんだよね。鍵をここにぶら下げたりとか、キーホルダーにもできるじゃん。ちょ、かっこいい鍵を作ろうかなと思って。ユニス第1弾はリングとかだとさ、趣味が出ちゃうじゃん。おお、トトいらっしゃい、お疲れ。超テンション上がるよ。何から作ろうかな。ありがとう、トトー。恋人はサンタクロース。リスナーはサンタクロース。ありがとう。ゴールドチケットもちょうだい。ゴールドチケットね、100万円もらえるんだって。ゴールドチケットもちょうだい、トト。ゴールドチケットもらえなかった？ゴールドチケットもついてないのかな。トト、もしよかったらゴールドチケットも欲しい。100万円が1万人に1人100万円当たるんだって。ありがとうございます、トト。ありがとう、リスナーはサンタクロース。ありがとうございます。ありがとう、トト。ああ、嬉しい。これで100万円当たったら超嬉しいな。ありがとう、トト。シルバーいいよね。なんかいいアイディアある？なんか、多分ね、俺の予想なんだけど、男のリスナーさんも女のリスナーさんも結構、ちょっとワノが作るの、デザイン良かったら欲しいって言ってくれてんだよね。ありがとう、トト。なんかいいアイディアある？何作ろっかな。おい、ワド2、エンビーいらっしゃい。何がいいかな。夢が広がるよ。ねえ。デザインなんだけど、俺は結構、もう結構昔から言ってんだけど、もう広角で行くって決めてんのよ。もうバッチリハイブランドで行こうと思ってるから、もうそうかに、もう手間暇めちゃめちゃかけてやろうと思って。めちゃめちゃ凝ったもん作ろうと思って。で、インパクト勝負だと思ってんのよ、俺は。エルビンはどっち？もうがっちりもう派手。もう好きな人が絶対欲しいみたいな。もうどんだけしても欲しいわっていうぐらい、もう凝ったものを作ろうと思ってんの。シルバー欲しいな と思うけど、金アレルギーあるから作らない。金、え、なに、シルバーアレルギーってあんの？シルバーってアレルギーあんだ。大丈夫ですよ。ゴールドもプラチナも対応してますんで。ゴールドもプラチナも対応してますんで。はい。アレルギー出ない物質、承ります。値段は跳ね上がるけど。何やろっかな。超楽しみなんだけど。もともとその人はシルバー専門じゃないんだって。プラチナとか金の、彫金師の人なんだって。いや、とんでもなく高いのになるよ。懐中時計は何？懐中時計のデザインってこと？いや、できるできる。ただ懐中時計として機能しないと難しいでしょ。懐中時計を作ることは無理だから、その別の勉強が必要だから。懐中時計いいよね。でも懐中時計は時計として欲しくない？俺も懐中時計大好きなんだけど。いやー、そういう夢広がる。鍵作ろうか、鍵。サージカルステンレスアレルギー起きない。一応ね、今考えてるのがプラチナ、ゴールド、シルバーの
3つのラインナップで同じデザインで作って価格帯によって選んでくださいっていうスタイル。でも完全受注生産でいこうと思ってる。在庫抱えないで。俺がもうモデルになってもうずっとつけておくのよ、できたら。でそれでワド、それどこのブランドみたいになってたら、いや俺のブランドっつって、欲しいっつって、でも気に入った人だけに売るみたいな。でもうそれが、その人もうリスナーさんだから、リスナーさんの気持ち分かってて、ワド君ってとっておきのことできるよっつって、リスナーさんの名前掘ってあげるんだよって、超喜ぶよって、ワド君が一個一個掘るんだよっつって、掘るっていうか刻印っていうの、その型でちゃんとイニシャルとか、その何文字とか、その漢字とか難しいかもしれないけど、そういうのができるって。ヨヘお疲れ、ワド2いいよね。だから世界で一個の刻印を入れてあげたりとかできるの、めっちゃ嬉しいじゃん。だから それいいアイディアだなと思って、ブランド名何にしようかな。ネタでワドフィーって言ってたけど、いざ考えるとワドフィーはねえなと思って、ブランド名ワドーでいいかなとか思うんだよね。できるできるできるって。そう、例えば4文字でカタカナでマチルダとか全然コテハンとか入れられるって。今のところストーンも入れられるんだけど、余裕で入れられるんだけど、ストーンはどうかなとも思ってんだよね。でもワドーステッカー、いや郵送か、俺の家に買いに来たら売ってるぞ。俺の家来る？別に来たら売るよ。高いよ俺のステッカー、1枚1000円だよ、1枚1000円。いや超テンション上がる。そう、ブランド名我の道なんだけど、今ドッグタグか、ドッグタグ。今考えてるデザインが、あのね、もともと俺がね、ティファニーのキーの、ティファニーの鍵のペンダントトップ知ってる人手挙げ。ティファニーの鍵のペンダントトップ知ってるよっていう人知ってる？みんな見たことある？イメージ湧かないよね多分。ティファニー知ってる？有名なんだけど、ティファニーのペンダントトップの鍵がどうしても欲しいなって思ってた時期があったのよ俺が。かわいいっつって。知ってる？他の人知らないかな。見せるね、鍵。ティファニーが売ってるね、鍵のペンダントトップがすごい可愛いのよ。で、男でつけたいなと、女性用なんだけど、こういうラインナップで売ってるのよ。可愛いでしょ？ティファニーのネックレス。で、これ1個、いくらぐらいする？シルバーで一番安いのに6万とか。で、高いやつだともうゴールドで100万とかすんのよ。で、こういうのだったら、まあ、いけんじゃないかなとか思ってんのよ。その、男でも女でも。どう？ちょっと、自分寄りのアレンジ。いや、自分寄りのアレンジで、なんて言うんだろうな。イメージね。イメージなんだけど、こういうなんかこうちょっとかっこいい感じの鍵にしようかなとか思って。これペンダントだったらかっこよくない？こういうイメージ、イメージね。デザインを丸パクリとかはしないから、ただちょっとアンティーク調でなんかかっこいい鍵のペンダントトップをイメージしようと思ってて、そのティファニーのああいうなんつうの、もうシンプルで洗練された感じじゃなくて、もっとゴテゴテしてる感じ。どう？なんかこういう感じだったら、なんかこういう感じだよね。こういうなんかアンティーク調の鍵を自分でデザインして、それをシルバープラチナとかでやるみたいな。これ三日月もいいよね。これね、三日月にするかどうか俺のセンスなんだけど、ちょっとイメージとしてはそのシルバーっぽいっていうかさ、なんかティファニーの洗練されたこうデザインとかっていうよりは、こういうアンティーク調の鍵。コストがそれがねびっくりするんですよ、コストがね。
コストはご想像にお任せします。はい、コストはお任せします。はい、いいでしょ、いいでしょ、うん、どうだろうな、いつぐらいに販売目標かな。ちょっとがっつり作り込みたいね。がっつりがっつり作り込みたいね。シルバーはね、経年量化するからね、かっこいいよね。シルバー味がある。で、その俺らが思ってるシルバーってこういう色じゃん。黒ずんでる色っていうか、本当の白銀の状態見せてもらった。これはもう要は加工してるんだって。え、これがシルバーじゃないのって言ったら、もうプラチナみたいな色、白銀っていうの、なんつうんだろう、アルミホイルみたいな色のやつがいっぱいあって、え、これなんすかって言ったら、いや、これが普通のシルバーだよ、つって。みんながつけてるシルバーは、そう、なんつうんだろう、焼けを入れたり色々やってるんだよ、みたいな。いいよね。南京錠いいね。南京錠と鍵の、だからこうね、パートナーで付け合うみたいなね、そういうのもいいよね。シドチェーンみたいなさ。俺はまず鍵から作ろうかなとか思ってんだよね。いやー、なんか人生って面白いな。俺本当に恵まれてるなと思ってて、こう人の運というか。いや、そうそう、いぶし銀ってやつだね、日本でいうところのね、かっこいい銀。なんつうかね、その本当に夢って叶うなっていう。俺もそのシルバーの自分のブランド作りたいって本気では思ってたけど、このタイミングで来ると思わなかったから、すごくない？やりたいこと何でもできるぜ。我ながらね、自分の運の太さにね、感動してんだよね。マジで本当出会いが本当ついてるっていうか、本当出会い恵まれてんなと思って。うん、自分でさ、そのやりたいことができる人生って本当最高だよね。超楽しいもん。いや、もう本当恵まれてる。本当だってね、自分のブランド立ち上げられるってね、なんとかなるもんだよね、本当にね。だからやりたいことは言うべきだなと思ったよ。だって昨日も朝話したんだけど、リスナーさん、祖祖が笑ってたもん。マジかっつって、やっぱやりたいことは言うべきだなっつって、いや俺も叶うと思ってなかったよっつって、いや叶うって信じてるっていうか、無理やり言いくるめてたけど、まさかさ、いや俺シルバー30年やってる貯金士だよって、全力で協力するよって言ってもらえると思わないじゃん。すごいよ、うん、マジモンの人だからね。で、俺は、俺の想像だけど、なんかイメージしてくれたら、俺が作ってあげるよみたいなノリだと思ったのよ。いや、プロじゃん。で、俺がイメージを伝えるみたいなさ、そのちょっと芸能人じゃないけど、そういうノリだと思ってたら、ああ、ダメだっつって。和道くんが身につけたから、和道くんがつけない、作らないと、リスナーさん欲しくないよっつって。ファン心理考えようよっつって。下手でもいいんだよっつって。和道くんが作るんだよって言って。ええみたいな。マジっすかつって。で、もうこれポンって渡されて、うん、これがあればできるから、つって。作り方を教えてください、つって。作ればいいんだよつって。結構感性の人なの、その人。言語の人じゃないから、やればできっから、みたいな人なの。俺、だからこれだけ渡されて帰ってきたんだけど、これどうすればいいのみたいな。彫刻刀とかで掘ればいいのかな。だからなんかその人が言ってたのは、もうリスナーと一緒に作りなっつって、それがリスナー嬉しいんだよって、俺もそうだしって、捨て頃の時も俺はそれが楽しかったし、みんなで一緒に作るからなんかこう楽しいんだよ放送はっつって。これワックスっていう、なんかね、こうなんて言うんだろう、プラスチックの柔らかいみたいな、もうベタベタとかしないのね。ワックスって言っても別に何もつかないんだけど、違う、トースターで作れるやつは粘土なの。だからあれはシルバーの人からすると邪道なんだって、おもちゃなんだって。粘土の中に銀が入ってて、焼いて粘土の成分を飛ばして、その 99.9% 銀の純度を作りますってやつあるじゃん。その焼いたりとかして、あれはもうダメなんだって。割れたり劣化したり、要は本ちゃんの人がやるやつ、
これで型を作って、なんかわかんない。俺もネットで調べたんだけど、これ型作るじゃん。このまんま、そう、なんだっけな。何かに熱で溶かすんだって、液剤で。そうすると、この部分が穴ができるじゃん。それで銀を流し込むみたいな、ちゃんとした作り方。だから、これがその本来のシルバーの作り方なんだって。ロストワックス法、合ってるよね、多分。ロストワックス法って言うんだ。だから型を作る原型だって、これが。これがそのまんまシルバーになるんだって。わかる？俺全然わかんないんだけど。いやー、なんか楽しみだな。だからうまくいったら3年後とか5年後とかショップ構えたいなっていうさ、次の目標もできてきたし、石野と一緒にやりてえな。なんか石野の服と俺のシルバーでなんか一緒にやりてえな。石野となんか都内にショップ構えたい。地金から作る一点物の方が高い。ああ、そっか。金をそのまま削るっていうやり方もあんのか。そうだよね。もう完全なハンドメイド。一点物だ。さすがにそれ無理じゃない？ 一個一個リスナーさんの手彫りで作れないでしょ。いや、買いに来て、買いに来て。店員からタバコ一本くださいよって言われるかもしんないけどね。店員からタバコせがまれるかもしんない。うわー、なんか綺麗だなー。いや、それが、まあ多分その人の名前は絶対伏せるんだけど、その協力してもらう人の、実は和道くんがこれゴローズのパクリって言われてたでしょって、バカにされてたでしょって。僕よくわかんないですけど、リスナーにゴローズってバカにされますねって。多分ドルさんかなんかが言ったんだと思いますよ、つったら。ゴローさんもう亡くなってるんだけど、ゴローさんのずーっとパートナーとかライバルだった人が師匠なんだって。だからもうゴローさんとも何度も会ってるんだって。だから頭に来てたって言ってた。和道くんが好きでつけてるアクセサリーを、バカなリスナーどもが、ゴローズのパクリとか言ってて、ほら、なんかイラッと来てたんだよ、みたいな。だったら、ゴローズやればいいんだろみたいな。あ、よくわかんないですけど、はい、みたいな。そう。だから面白いよね。俺、ゴローさんともつながりあるし、ゴローズつけてねえし、ゴローさんと知り合いでもねえのに、なんで和道くんバカにされんのみたいな。俺は何、なんだかよくわかんないですよ、ゴローズが、つって。なんか高いやつですよね、みたいな。ねえ、夢が広がるよね。まあ、単純に、もう和道で行こうと思ってるんだけど、漢字で我の道で。和道って刻印、すごく小さく入れようと思ってる。あんま前に出さないで。わあ、楽しみだな。作りますか。仕掛けますか。楽しみだな。で、なんか、ちょっと、ドレさんとか、石野とか、好きな配信者いるじゃん。その人たちにはさ、ちょっと、モデルになってもらおうかなと思って、ちょっとつけてくださいっつってさ、配信中つけてて、っつって。宣伝してもらおうかなと思って。なんか、そういうのも楽しみじゃん。なんか。配信者の仲間にさ、ワン太郎とかさ、ちょっと頼むよ、宣伝して、モデルになってよ、っつってさ。はい、どうもどうも、ゆいこさん、お疲れっす。そういうのが俺は楽しみだな、とか思って。いや、めちゃめちゃテンション上がるんだけど。夢だよ、夢。今から作る？早速。早速やってみる？おー、誠いらっしゃい。値段は数万円しちゃうね。ペンダントトップで、だいたい鍵の大きさ、まあこれくらいで作ろうと思ってんの。それのペンダントのチェーン込みでしょ。数万円しちゃうね。シルバーの方でも。物は試したもんね。いや、もう俺、そういうの嫌いだから、誠。大手とかくだらねえから。大手とか過疎とか、そういうのくだらない。やめようぜ。
別になんか人数増やすためにやってるわけじゃないから。新旧を、ま、丸を作れるかどうかが腕なんだ。うん。いや、本当だね。運も人も、いい人に恵まれてる、本当に。本当に楽しみだ。え、鍵でいいと思う？最初の一作品目。なんでかっていうと、その、形のあるものだとさ、センスが問われるじゃん。だけど、鍵だと平面のアートだから、結構俺頭の中でいじりやすいっていうか、細工しやすいと思ってんだよね。平面だと。同じコテハンの人いる？そうなんだよ、ナイト。ナイトが最近来なかったじゃん。で、別のナイトさんが来てて、もう一人いるんだよ。だから、どのナイトかなと思って。テラ710のナイトが、俺の中では一番最初のナイトなんだよ。鍵無難だよね。うん。作ってみる？え、これどうすればいいの？これを。誰かわかる人いる？誰かわかる人いる？かぶりやすいコテハン。みーさん、風船ありがとう。お、ラテンモンだ。マルジェラ金型リング、いつ持ってる。鍵がリングになる。私は二人目のナイトです。もう一人いるんだよ。多分ね、ナイトが三人いるんだよね。サムネがね、ついたらいいんだけど。まあ、別に被ってもいいんだけど、ナイトで。うん、俺も覚えたから、こうやって二人被んないと確認できないの。シルバーとプラチナとゴールドの三ついけるって言われた。で、シルバーも、なんか種類があるらしいんだけど、俺はよくわかんないから任せようと思ってる。糸の子にサイズにカットするんだ、まずは。はあ、はあははあ、大枠で。糸の子持ってねえな。ノコギリ持ってねえな。どうしよう。あ、いいよいいよ。サムネも自由にやって。うん。たまたま被っただけだから。うん。とりあえず出来上がるまでにお金貯めよう。いやいや、俺と繋がってたら俺から買えるようにするから。うん。とりあえずだから、ショップの資金にしようぜ。シルバーの売り上げは生活費に回さないでさ、ショップ作る資金にもうガンガン投資しよう。うん。何がいいかな。なんか自分らしさを出したいよね。もう他じゃなくてさ、せっかく自由にできるんだから、もうドキバツにしようと思ってんだよね。ドキバツな感じ。俺だけどちょっと考えたのが、道具全く持ってない。だからその人リスナーさんに、いいんだよ、え、温めたらくっつくんですかとか、どうやってこれどうすればいいんですか、もう好きにしてみたいな、え、みたいな、掘ればいいんですか、ちょっともう好きにすればいい、作ってきてみたいな感性の人だから、その人大丈夫、和道くんならできる、やればいいみたいな、えー、みたいな、大丈夫だよ、リスナーも助けてくれるでしょみたいな、そういいの、あ、なんとなくできたら俺がちょちょっとかっこよくしてあげるから、和道くんやろみたいな昨日結構酔っ払ってたんだよ、そういう、うん、ツイッターぜひぜひフォローよろしくお願いします。うん、そう、もう自由にやりなみたいな、そう、みんなは和道くんが作ったのが欲しいんだから、それがブランドだからっつって、うん、和道くんに常識なんかいらないよ、大丈夫だよっつって、できるよっつって、うん、そうだね、もう徹底して製品化で俺が気に入ってかっけーっていうまで作り込もう、何個も何個も、うん、うん、とりあえずなんだ、糸の子と彫刻刀とリューターは持ってるけど、何で作ればいいんだもうワックスっていう、これを渡されたところで終わってるからな、情報が。でもなんかその人はやっぱ配信でリスナーさんだから、リスナーさんの気持ちすごい考えてて、これは配信でやるのがミソだよみたいな、みんなで作るのがいいんだよっつって、配信回しながらやろうねっつって、リスナーさんも絶対喜ぶよって言って、うん、いや、わらわらってさ、そんなさ、だってさ、その人が作るシルバーって本ちゃんでめちゃめちゃかっこいいのよ。さっきも見せたけど、
俺作ってくれんのかとばっかり思ってたの。だってさ、もう本ちゃんの人じゃん。わかる？これが作れるならこれでいいだろうって思わない？これが作れるならこれ買いてえよって思ったんだよ、俺。ここにワン、でも、やっぱりリスナーだよね。あ、ダメだよ、つって。ワド君が下手でもいいんだよ、つって。めちゃめちゃかっこいいでしょ？やばいでしょ？俺だからこれ、やばいっすよ、つって。いや、だからオランダの人がなんか、あれだ、とか言って。オランダ人がなんか権利で、なんか買い取りたいとか言ってたけど、なんか首がもうちょっと曲がってるとかなんとか、分かってもねえのによ、って。首がもっとこっち向けてくれとかうるせえからよ、つって断っちゃったよ、とか言って。そう。いや、何も買ってないよ。俺が持ってるのはこれだけだよ。これを加工してこいって以上だよ。これを加工してこい。あとは何とかする。以上だよ。いや、ねえ、いやいや、この人だから30年やってた人なのよ。ガチの人なの。これでもう商品、だからこれで食ってた人よ、簡単に言ったら。マジモンの人なの。びっくりするでしょ。俺ね、すごい感性の人だ。もうアーティストだから。いや、俺ね、和道くんのね、言ってることわかるよ。みたいな。ああ、和道くんたまにね、よくわかんないこと言うけど、俺は和道くんの言ってることわかるよ。もうそれが何言ってるかわかんねえわとか思ったけど、すげえいい人なのよ、前から。そう、とりあえず形作ってこいってことだろうね。感性の人、完全にアーティスト、うん、そうだね。もう本当にうまくできたらそのまま作ってあげてもいいしみたいな。そう、なんつうの、いぶし銀っていうの、さっきコメント欄にあったけど、そう、かっこよくするのは俺がやってあげるよって言われてて、うん、そう、だから大丈夫だよ、みたいな。で、もう工場も見せてもらったんだけど、まあ工場で話したんだけど、夜中に。もう全部あると。もう全部あると。もうここに、うん十万の機械が全部あると。うん百万、うん十万の世界が。だから、もうシルバーでできないことはないって言ってた、ね。もう世に出てるシルバーでできないことはないと。だからもう金型のセンスだっていうことでしょ。大丈夫らしい。バッチリらしいよ。ツイッターに写真上げてあるから。うん、ああ、どうしよっかな。とりあえず、ドレさんにはつけてもらおう。ドレさんにはつけてもらおう。俺のペンダントトップ。ドレさんと、石野と、あとワンタロウとか、仲のいい配信者、テルとか。テルにつけてもらったら売れそうじゃない？それ良くない？テルとアイラにつけてもらおうよ。それ良くない？もう、つけろと。つけとけと。配信でずっとつけとけと。女の子に変えと。それ良くない？その作戦。バカ嬉しそうじゃない？どう？その作戦。テルチャンピンとアイラに、その、モデルになってもらう。いや、テル君と同じの欲しい。チャンピンと同じの欲しいっつって、うん、それいい作戦だよね、うん、粉塵マスクなんかいらないでしょ、うん、囲い多い人に。だからみんなで世界的ブランド作ろう。世界的ブランドワドを作ろう。吸い込んだら粘膜やられそう。え、大丈夫なんじゃないの？削りゃいいんでしょ？なんか柔らかそうなプラスチックみたいな感じだよ。その人はだから本ちゃんでやってる人。だってさ、趣味でさ、うん百万のこの機材揃える？これガチ勢なの？これでわかるでしょ？スタジオだっつってんの。これで趣味じゃないでしょ？完全に仕事でやってるでしょ？で、これ、片方だけしか撮ってないんだけど、裏側にこれと同じデスクが5つあるんだよ。だから工場なの、ここ。これで趣味ですわ、おかしいでしょ。
百万かかってるからね。これなんか、ろ過器とかなんか、すごい高い機械とかいっぱいあるんだよ。これはガチ勢でしょ。だからもう、本棚とか全部シルバー関係だったもん。彫刻、美術、シルバーとか、もう全部。ブワーって。やばいよね。え、ちょっと待って、ナイトがまた増えたんだけど。ナイト何人いんの？ナイトがまた増えてない？だからもうな、悪ノリやめろよ。お前らよ。ナイトっていうリスナー何人になってんだよ。また増えてんじゃねえかよ。余計わかんなくなるんだっつうの。なんでナイトが増えてんだよ。さっきまで二人だったじゃねえかよ。バカかよ、ほんとに。流行ってんの今、ナイトってことは。何増えてんだよ。やばーじゃねえよ。ブランドとかなのかな。その、超ハイブランドの下請けとかもやってた。みんなが絶対知ってる、もう絶対知ってるブランドの、その、最終加工とかもやってたし、オリジナルでもやってたって。で、その人曰く、その、なんつうんだろう。なんか自分でブランド立ち上げるとかそういうことじゃないみたいなこと言ってて。もう和道くんがやりたいのを応援したいって言ってくれてて。だから、そう、もうブランドとか、もう金儲けとか一切考えてねえわ、みたいな。もうだから、もう金はじゃんじゃん和道くん儲けて、みたいな。だから俺ができる支援は、そう、シルバーの完成させるわ、って言ってもらえて。マジっすかみたいな。だからもうそういうのはいいんだって。そう、もうとにかく和道くんの夢を形にしよう、みたいな。だからもう完全な支援だよね。どうすっかな。糸の子でこれを切ればいいの。まず。糸の子で切って、で、彫刻刀で削って。難しいな。金属アレルギーの人、シルバー OK なのかな、いや、わかんない。全然。今は何してんのかはわかんない。ただ、もう環境は完璧に揃ってるって。シルバーはできる。金属アレルギーシルバーダメなんだ。ただまあ金とプラチナは大丈夫じゃないの。ゴールドって確かアレルギー出ないよね。金でいきましょう。金買ってください。ゴールドの方買ってください。俺はゴールド身につけようと思ってるよ。自分でやるのは高いやつつけようと思ってる。どうしようかな。サージから18金以上、プラチナなら出ない。老石じゃなくてワックスって言われたよ。ファイル A ワックスって書いてある。ファイル A ワックスって書いてある。なんだかわかんない。英語。ファイル A ワックス。いやー、どうすっかな。いろいろ考えたんだよ。いろいろ。で、それがもう超テンション上がるのが、もう一個言っていい？人形も作れんの。フィギュアも作れんの。なんかフィギュアが置いてあって、なんかかっこいいデザインの。なんかドクロに、なんかこう、フィギュアが置いてあって、え？ってフィギュアも作れるんですか？って。作れるよ。みたいな。え？みたいな。よくさ、ファッションブランドとかでさ、高いさ、フィギュアって置いてない？なんか、クマとかのやつ。なんかわかる？ファッションブランドでなんて言うのか知んないけどさ、すっげえ高いフィギュア売ってたりするんだ。で、え、フィギュアもやってんすか？つって、お、できるよ。つって。ただフィギュアはやめた方がいいって言われた。フィギュアはもう一回作ったら終わりなんだって。だから在庫抱えるから、売れなかった時アウトなんだって。デザイン的に。だから、ダメだって言ってた。フィギュアは今手出さない方がいいよ、みたいな。あれは、売れないと回らない仕組みだから、フィギュアいくらでも作れるけど、在庫があるのはやめた方がいいっつって。銀とか金とかプラチナのいいところは、売れなかったら溶かせばいいって言ってたよ。売れなかったらね、デザイン変えて溶かせばいいんだよっつって。ピンクシルバーとシルバー。シルバーにも種類あるんだ。ピンクシルバーとかあるんだ。すごいよね。なんか、すごいえぐいよね。いや、溶かせばいいんだよって。
プラチナとか金なら溶けるんだからっつって。形変えたら売れんだからっつって。売れなかったら和田くん次作ればいいんだよって言ってた。すげえ発想だなと思って。在庫持ったらダメだよって。売れなかった時えぐいよって。メスとか医療品に使われてるんだ。在庫かかる、そうだよね。シルバーって溶けるんだもんね。その発想がさ、やっぱ超禁止じゃん。発想が。で、俺のこれ見て、うん、これを見てね、6万円沖縄で買ったんですよ、つって、こうやって、もう、6万か、つってた。ワドくん、って。6万か、って苦笑いしてたよ。もう重さで、その人はもう原価がわかるから、うーん、ってこうやってやつ。これ6万すごい世界だよねって言ってた。これ6万だったんだよ実際、そう。ビリーいらっしゃい。残念みたいな顔されたワド君アウトって。まあでもねって、原価過ぎだからねって言って、いいんだよっつって、いいんだよいいんだよっつって。ブレスレットとかも作りたいな。なんかあといいなって思ったのが、これ買うときにもう一個迷ったのが、鈴が売ってたの。シルバーで鈴になってて、鈴がこの部分が鈴になってんの全部で、チリンチリンチリンってすっごいいい音なんの。ただなんでやめたかっていうと、配信中にずっとチリンチリン音が鳴るんだよ。嫌じゃない？ブレスレットもあったんだけど、こう鈴がいっぱいついてる。鈴はちょっとな、デザインすっげえかっこいいし、すごいいい音鳴るんだけど、歩くたびにチリンチリンするの嫌だなと思って。いや、かっこいいんだよ。すっげえ高い音出んの。キンキンキンみたいな。カンキンキンキンみたいなのが腕振るたびになるの。だけど、音系はなと思って。いやー、鋼の錬金術師だよね、本当にね。だ、完全受注生産できるのも強みだよな。糸の子買ってこようかな。ベリーダンスのアンクレット、なんか鈴のやつ欲しいなと思ったけど、配信中にチリンチリンしてたらうるせえじゃん。だからこっちにしたんだよね。相当迷った。カムホートとか鈴有名。あ、あるんだ、そういうブランドが。じゃあ皆さん、ブランド名和道でいいっすか？ブランド名和道でいいっすか？もうシンプルに。和道でいかない。自分の名前で。和道で。OK。なんかある？和道はやめた方がいいと思う。普通に漢字で和道はかっこくない？すっごい小さく和道って入ってたら。かっこいいよね。ね、我の道だね。My way。ワード、俺の名前、いいよね。別にちょっと外国受けするような感じで。感じいいよね。シルバーなら英語。漢字かっこよくない？漢字でワードって入ってたら、なんかアメリカにかぶれてねえぞみたいな。日本人だぜ、みたいな。マイウェイダサすぎるでしょ。そこでどこのブランドつって、こうやって刻印見たらマイウェイって書いてあったらダサすぎるぞ。俺絶対買わないんだけど、マイウェイって書いてあったら。ワドダサ。ワドゥ。あえて漢字で刻印入ってたらかっこいいよね。日本のブランドなの？みたいな。ワドありだと思うよ、シンプルに。WADO って書いてあるより、漢字でワードはかっこいいと思う。ワドーくん。O が多すぎるよ。ワドーっつって。
タトゥーンはもうずっと入れたかったんだけど、32歳になって今更デビューねえなと思って。で、便所さんにも相談したんだよ、実は。便所さんと、てるちゃんぴんとかに、タトゥー入れたいんだけどどう思う？っつったら、みんな入れてる人ほどやめなっていう。やめとけはどうって。もう、気持ちわかるけどって。タトゥー似合うと思うけどやめた方がいいよっつって。温泉とかですげえ苦労するんだって。赤道って呼ばれそうだね。まあまあ、和道で行くわ。何買えばいいんだろう。糸のこ、100均でいいのかな？ 100 均でいいのかな？糸のこと、糸のこと、彫刻刀買えばいいの？糸のこと彫刻刀でいいのかな？そうそう、日本で生きてる上で不利なこと多いし、偏見が多いから、入れるんだったら10代の勢いで入れるんだって。で、止まらなくなってかっこいい。もう1個入れたら割り切れるじゃん。だからもう若いうちに入れてるんだったらいいけど、なんかワンポイント入ってて埋めるんだったらいいけど、まっさらな体なんだからやめなってみんな言う。目打ち状のヤスリ。ルーターだっけ？ウィーンってルーターみたいなの持ってんだよね。名前変えたよ、ゆきのちゃん。工具はね、2000円のアマゾンで買ったやつだね。彫刻刀でいいの？スパドゥラ？スパドゥラわかんねえな。まあ、かっこよければいいんでしょ。道具じゃなくて、物が良ければいいんだよね。物がかっこよければ。そういうことでしょ。物が良ければいいんだよ。反省が。100均でいいよ、とりあえず。とりあえず。道具も借りてくれよかったな。なんか作るやつ。結果だよね。結果にコミットだから。いや、楽しくなってきたぜ。シルバーアクセサリーブランドを立ち上げます。シルバーアクセサリーブランドを立ち上げます。どうする？本当にこの放送神回になるかもよ。10年後クロムハーツ超えるかもしんないよ。若い子が全員和道、イケてるやつは和道、セレブの証。表参道は和道つけないと歩けないみたいな。六本木のクラブは和道。エイベックスのアーティスト全員和道。パリス・ヒルトンも和道。いいの？トランプ大統領も和道だけは身につけるみたいな。いいの？いいの？そうなって。置いてくよ。俺、遠いところに行ってもいいの？遠いところに。ウィキペディアには、伝説のシルバーアクセサリー職人。たまに配信もやっていた過去があるみたいな。配信はサブの方になっちゃうけど、いいの？ いいの？いいの？寂しいな。一緒に行こう。 一緒に行こう。一緒に行こう。やっぱり配信家としてのプライドは捨てたらダメだ。ここまで来たのはやっぱ配信のおかげだから。肩書きは一応配信家兼シルバーアクセ職人であるって書かれよ、ウィキペディアには。 離れないでほしいからアクセ作らないでっつって。なんか悲しくなってきた。俺、未来が見えたから、なんか悲しくなってきた。みんなとお別れする感じになるの悲しくなってきた。ごめんね、一人だけ成功しちゃって。ごめん、みんな。ごめん、一人だけセレブになろうとしてて。 みんなのお金でセレブになろうとしてた。ごめん、本当にごめん。株式上場。シルバーアクセって株式上場なんて聞いたことないけど、そんなあるか？アクセサリー、ハイブランドだったらあるか。じゃあ、ちょっと100均に行って道具買ってくるわ。とりあえず、ノコギリと彫刻刀買ってきます。ノコギリと彫刻刀ね。そうしよう。
細い油性でペン。オッケー。細いじゃあマジックも買ってくる。細いマジックとリューター持ってるから。それで行こうか。彫刻刀とノコギリ買ってくるわ。うん。死ぬまでは、つって。ヤスリね、ヤスリね。オッケー。とりあえずなんかいっぱい買ってくるわ。オッケー。じゃあ伝説の世界的セレブリティブランド、今日ここで誕生します。皆さんよろしくお願いします。じゃあ100円均一に行ってきます。お疲れ様です。すぐ帰ってきたら一緒に作りましょう。お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。